はい、それでは本日もこちらやっていきましょう。6枚でファイブと、前回秋原エリアと科学省エリアと間違えてしまったためにデカオの家から行きましたが、科学省エリアのホームページから行きましょう。で、今越田哲弘さんのドッジ断平の続編ドッジ断子というのが連載されています。炎の投球所ドッジ断子、爆走兄弟レッツエンドゴーリターンレーサーズで、レッツとゴー、レッツ、あれ息子が出てなかった、そっくりさんの父親だったけれども違うというふうに言われていましたので、あっちではありませんが、ゴーの息子が出てきて、ネクストレーサーズが翼のストーリーとなりましたけれども、今度はドッジ断平の娘が主人公というパターンになって出てきました。で、まあ、断平の娘の名前はまだいいとしても、陳年の娘の名前、もしあれアニメ化されているようなことがあったら、タイトル変えないとついふみが大騒ぎしますね。あれはドストレートですからね、名前が断平の娘で断子、陳年の娘で陳子ストレートやなまあただ原作そのものは面白いです。まあキャッチの天才なんだけれども、ありゃ単に自分の体で威力を殺してキャッチするっていうのと、もろスポーツ万能少女と、メカニックによってボールをとてつもないでかいように見せて、でかいように見せて相手をビビらせる技、でやりますが、まあどうなることやら。まあ断平陳年の娘は出ましたけれども、まあ他の断平時代のメインメンバー、あれの息子娘どっちが出るか、まあ多分投球所となってるんで娘とは思いますけれどもまあ他のメンバーの名前も楽しみなところですなまあ一番楽しみなのはタイガの娘、タイコになるのかタイツになるのかタコになるのかね
まあタイトはあのドラゴンボールスーパーでブルマの姉で出てきたんで、多分そっちはないとは思いますけれども。科学省エリア2の方面から3に入りってありましたが、どこだ、その入り口は。今ここが2。なんでそこから3に入る場所、さっきは1の方に入っちゃいましたけど。科学省のホームページから科学省エリア2に飛びましたと。で、科学省エリア3の行き場はどこじゃ。それと2匹マスラアカネと2と夢のの2と夢のというかコラボのバトルも相変わらず、まあ結果的にはコラボがやったことっていうのはヒマソラアカネに営業妨害されたから訴えるっていうのをやったんですけれども、結局営業妨害してないという方にデータをちゃんと出してくれって言ったのを出さない上に営業妨害と抜かして、あやふやにし、うやむやにしようっていうのがもうバレバレですからね。で、続いて科学省エリア3に来ました。で、続いて、データディスク。インターネット科学省3、真ん中まっすぐ27進み、曲がって4進む。この、さらに曲がって4進んだところを調べる。で、真ん中、つまりここですね。で、まっすぐ27。これはマス目です。3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、1。27で、で続いて、曲がって4進んで、1、2、3、4、1、2、3、ここですね。データディスクに書かれた場所ってここかな？もしかしてまたパストビジョンか？僕の胸のマークが光り出した。パストビジョンへの入り口だ。ロックマンのプログラムに反応したか。ネット君、行こう。なあ。で、次のパストビジョン。誰かいるよ。心ネットワークの基礎理論完成だ。これは
ネットのおじいちゃん、すなわち光正博士です。で、もう一人は、心サーバーの設計図を完成じゃ。これは、ワイリー博士の過去です。私たち二人の共同研究。ここのネットワークが完成すれば、世界中の人々が分かり合える争いのない世の中を作ることができる。しかしそのためには乗り越えなければならない大きな課題があるがの。そうだな。今の私たちにできるのはここまでだ。この研究の完成は次の世代に託すとするか。そうじゃな。息子たちならばきっとこの研究を完成させてくれるじゃろう。で、ライ、光ただし。まああれ、ロックマンシリーズではライト博士となってます。ああ、きっとな。で、この、光ただしの息子たち。光ただしの息子といえば、雄一郎。で、私はこの理論を光レポートとして、雄一郎に。わしは設計図をリーガルに託す。そう。リーガルなんですよ。ワイリー博士の息子。しかしこうしてここで研究するのも今日で最後か。少し寂しい気がするがの。お前らしくないセリフだな、ワイリー。まあそういうな。人の心をデータに変換して、心サーバーを介して人と人の心をつないで、心のネットワークを作ろうと言い出した時は正直驚いたが、見事にネットワーク理論を完成させるとは、さすがじゃ、光。私の理論も、お前のロボット工学の技術があって初めて完成したんだ。ワイリー博士、ワイリー博士、お客様です。第一会議室までお越しください。お呼びがかかったな。さて、行くとするかの。それじゃあな、光。ああ。今の、若い頃のワイリーだよね。それに、奥にいるのは、若い頃のおじいちゃん。で、バレルさんが言ってた、おじいちゃんと共同研究していたっていう科学者って、ワイリーだったのか。それに、まさかリーガルがワイリーの息子だったなんて。さっきおじいちゃん、光レポートって言ってたよね。それに、リーガルはワイリーから受け継いだ心サーバーの設計図を持っている。リーガルが光のレポートを狙ってるということは、おじいちゃんたちの研究、ここのネットワークを作るつもりなのか。けど、おじいちゃんたちは人の人の心をつないで、全人類が分かり合える世界を作るために、ここのネットワーク作ったんだろう。一体何が狙いだ。ネト君、おじいちゃんに話を聞いてみようよ。何か情報がもらえるかもしれないよ。なあ、そうしてみてくれ。了解。心ネットワーク。きっと息子たちが、あれを実用化できる世界を作ってくれるはずだ。頼むぞ、息子たちを。さて、私も行くとするか。行っちゃった。リーガル、おじいちゃんたちの願いを踏みにじるようなことをしやがって。ロックマン、ブラザードだ。明日の決戦に備えて。今日はもう休もう。で、これで次休んだら、5のラストストーリーへ行きます。そして、ロックマンエグゼの、アドバンスじゃねえ。スイッチ版のまとまりの分が4月21日高ぐらいに発売となりました。まあ、なんとか発売までに1から6全部クリアできる太陽少年ジャグのポスターだ。このポスターを見てるとお日様の下で遊びたくなってくる。で、最終ストーリー。いよいよ決戦の日だね。
昨日はよく眠れた？なあ、バッチリだぜ。さあ、集合場所に行こうぜ。確か日暮れの前だったよな。うん、ママにちょっと行ってきます、行ってから行こうね。なあ、もちろんさ。それと、パパと一緒にただいまも行ってやるさ。任せといてよ。絶対パパ連れて帰ってくるから。全員来てるよな、やっぱ。ゆうべは全然眠れなかったね。すっかり男の顔をしておるの。そういう設定だったな。けどまま俺の信じる神様に俺たちの勝利を約束してきた。大丈夫、俺たちは勝つ。来たか。なあ、リーガルをぶっ飛ばしてパパを助けよう。ところでネビラの本拠地ってのはどこにあるの？日本で最も高い場所だ。日本で一番高いところって言えば、まさか富士山？そのまさか。標高3777メートル、日本で最も高い山。その河口にネビラの本拠地がある。いけど、そんなところにどうやって行くんだ？まさかみんなで山登りするのか？山登りなどするはずがないだろう。オフィシャルに手配してエヘリを用意した。なるほど、準備万端だな。フォーみたいにずっと捕まったまま行かせるなよ。そじゃあ行くか。ああ、お俺たちも乗り込むか。光の音、今日どうぞ。先に行ってる、手短にな。ま、誰が来るかって言ったら、3人だよな。やっぱり。みんな、黙ってくなんて水くせえじゃねえか。みんな、絶対ガツマロールグライド連れて帰ってくるからな。ちょっとの間待っててくれよ。それじゃ出発の時間だから。帰ってきたらネットバトルしようぜ。行ってくるぜ。約束果たさせてくれよ。もういいのか？お待たせ、行こう、出発だ。秋原町を出発して数時間、一行はネビラの本拠地のある富士山の山頂へと到着した。ここがダークチップシンジゲート、ネビラの本拠地だ。バルルさんよ、ここまで来たんだ。早く乗り込もうぜ。俺に先陣を切らせてくれ。愚か者め。なんだと、宮部。ここは敵の本拠地なんだ。下手に突っ込んでいっても返り討ちに遭うのが責任だ。ここは私に任せてもらおう。バレル、私が先に行って様子を見てこよう。だが決して油断するな。承知した。何か分かり次第連絡を入れる。宮部、気をつけて。心配は無用だ。ミヤビが出発してから10分後。バルル、ミヤビか。あ、わかった。裏口からだな。
どうしたみやび、返事しろ。みやび、バルさん、みやびはどうかしたの。わからん、突然通信が取られた。あいつ自分ばっか隠すけるからだ。もうこんなところで待ってはやめない。リラ、行こうぜ。目指せ、俺の道だ。行くぞ。ここが正面。裏口。裏口、違う違う。ね、あ、これ一つ撃取剤。メビラのアジトが、思いっきり暴れられそうだな。こ一匹ひぐれ闇だろ、全然怖くないでますよ。こればかり向こうといないでますよ。素直に嫌いなの。この奥に裏口があるんだ。いぞ。扉が二つか。どなたのバレルさん。この先に正面入り口と、奥に進むための扉が二つある。リーガ、これから二手に分かれてそれぞれの扉に入り奥に進む。リーガの見つけたらお互いすぐに連絡を入れる。いいな。それじゃあ、俺とバレルさんでゴールデンコンビと行く？いや、俺とヒカリは別行動だ。ヒカリ、ブライド、ディンゴ、そしてヒグレ。お前たちは手前の扉を調べてくれ。そのルートは敵の正面から攻めることになるだろう。お前たちの力なら何とかしてくれると信じている。緑かけろ。お前は俺と来い。闇の力を打ち消す能力が必要だ。みんな、危険を感じたらすぐに撤退しろ。絶対に無理はするな。それと光になった。お前にこれを渡しておこう。お前なら使いこなせるはずだ。クロスディバイド。バルさん、サンキュー。大事に使わせてもらうぜ。気をつけてね。お前たちもな。行くぞ、ケロ。クロスディバイド。敵の前方の敵にクロス、前方の敵をクロスに切りつける。お、これあれじゃねえんだ。メガチップじゃ、ラッキー。90メガでありながらメガチップじゃねえとは。おいや、すっかり忘れてたけど、チームオブカーネルでの、どうせやることなかったから、カオスユニゾンのカーネルバージョンの分は、シャドウ、カオスのあれしか入れてなかったけど、ダークランス、ダークワイド、ダークワイドあったっけ？ダークリカバリー、こいつは違う。ダークワイド。縦3マスのワイドショットが相手を貫いて進む。これも入れてみっとくか。ちょっと帰りたいでばす。
政治暴能の電脳ってここだったか。これはダークチップ製造工場でもある。さあねと先を急ごうぜ。リーガルを倒した後にこんな工場をぶっ壊してやろうぜ。よしみんな行こう。ここでダークチップを作っていたのか。んな工場をぶっ壊してやろうぜ。これ先に進むでます。こんな工場あってはならんでます。どうやらこれがダークチップを製造する機械らしい。闇の力の生みの親と表現できそうだ。制御にプラグインできるようになっている。プライドのお姫様よ、その電磁バリアはどうやって解除するんだ。こっちもプラグインできるようになってるぜ。よし、ここは俺に。なに？さすが一国のお姫様だけのことはあるげますね。一発で隣国を黙らしてしまったります。じゃあ俺はこっちにプラグインして。なあ、俺の出番は、プラグイン、ロックマグゼ、トランスミッション。ロックマン、扉の電子を解除するんだ。うん。お任せください、プライド。頑張ろうね、よろしく、ライトマン。うわ、共に向こうを開けましょうぞ。仲間と一緒に戦うときはコンビネーションが大事だ。セレクトボタンで仲間と操作を切り替えてガンガン進んでいこうぜ。うん。なんだ今のは。こうやって近づいた時にしか今のところ攻撃する方法がねえや。凄まじい攻撃だ。全く前に進めない。つまりこっちはロックマンじゃダメ。つまり。
さ。にゃん。よかった、消えた。お前のもんと出会いたくねえよ。もかい、あそこも。食らうと20ダメージ食らうんか。やれ、キングダムクラッシャー。なんやからの生き道はねえみたいな。
一回プラグアウトするとやっぱさっきまでやってたやつも全部キャンセルになるわけだ。進めたらそれを違う。そっか、わかった。こっちにネット行かせるんじゃね、こっちに。で、これでプライドを。でこっちから行かせて、スキャリア剣道グラス。で、今は。
で、ダークワイド、正直使いにくいというか、意味がねえというか、やりにくいんで、もうメテワースと変える。落ちてきたやつに自分自ら自分ああ立ちまたい。その名の通りめちゃくちゃになってしまったパネルを元に戻すチップです。でもチップを一つ選んでまで やるメリットってのは正直あんまりないです。でここの扉が開いたことでもうここはロークマンが向こう行ってるんで関係ありません。
うわぁ、スキャリー、キングダムクラッシャー。もうそこはいいんだ。だけなら避けるのも正直難しくねえや。なんだこれ、中のレバーかと思ったけれども罠だった。僕の計画を邪魔させないぞ。よろー、ネット君、ブリザードマンを倒さなきゃ先は進めない。行くぞ、ロックマン、バトルベレーション戦闘いい、氷月に行ける。よろろあれ、穴によって無傷じゃなかったのだよね。はい、
ほう。あの氷の塊はバリアじゃなかった。正直危なかった。私が盾になったら今のは大丈夫だろう。けどナイトマン、仲間一人救えずしてナイトとは言えん。早く行かれよナイトマン。僕はデビルを倒すのだ。安心とさ、そのとかプラグアウトしたらすぐに会うと思う。ナイトマン、ブライト様申し訳ありません。ネットのライト様、姫様を頼みましたぞ。ブライド、俺、ブライド、やってやるぜ、俺の果たすべき使命を。つまり、あと二つ、こういう別れがあるってことですね。では、ここまでにしておきたいと思いますと。では、失礼します。